ニアザードの人形だ。旅人、疲れちゃったか？考えてみるともうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのもなんだかすごく昔のことのように感じるし、あの時はみんなここに座ってドニアザードも目を輝かせながらニーローの過信の生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの、旅人？どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体。え、今度はどこに行くんだ？これ以上続けるのなら過信探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。旅人、私たちのためにそんなことしなくて大丈夫だよ。この人は教霊院の賢者なの。あなたまで巻き込まれたらどうするの？旅人？旅人、いきなり何やってんだよ。もし教霊院の人に捕まったら今日一日が無駄になっちゃうだろう。あれ、こいつら反応がないぞ。びっくりして声も出ないの。あ、そうか、これが賢者たちの計画なら自分たちを巻き込むようなことはしないよな。つまりこいつらも代替品なんだ。
どういうこと？大賢者たちがどうしたの？パチサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパチサラは家臣様が制御されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパチサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパチサラだよね。今まで気づかなかったけど、まさかドニアザードが見つけてきてくれたのかな。でもお前言ってたよな、この花は家臣が逝去すると同時に絶滅したって。まさか。うん、一体どういうことなんだろう。え？あなたたち、なんか変だよ。でも、わかった。やってみるね。夢の主に自我の意識を芽生えさせる必要があるんだよな。どうやってニーローに気づかせてやればいいんだ。私、夢を見てるんだよね。うん、やっぱりね。家臣誕祭を敬虔に祝っていた私たちに暗草なりデビ様が答えてくれたのかな。間違ってるけど完全に違うとも言えないな。でもなんで夢だって気づいたんだ。お前の認識だとスメール人は夢を見ないはずだろ。あなたたち、一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな。最悪から逃れるために送信を探す旅に出た人の話なんだけど。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメールシティに来たばかりの頃、ドニアザードが教えてくれた話だ。その旅に出たやつが一人目の賢者なんだよな。ええ、でもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかった。その物語にはまだ続きがあるの。彼の敬虔な心と英知は送信に認められた。だから送信は彼に祝福を与えることにしたの。一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで彼を魅了した。どれくらいの時が経ったのかはわからないけど、彼は自分に理解できる知識をすべて掌握した。その後彼は送信にこう言うの。両親や妻、子供に会いたい。もう長く家に帰っていないからきっと心配しているだろうと。送信は微笑むと
次の瞬間、賢者は自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだ。まるで夢から覚めたかのようにね。それでそばにいる妻がこう言うの。今日は送信を探しに出る日よね。気をつけて行ってらっしゃい、あなたって。それから一人目の賢者はスメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、教霊院を設立するんだ。めでたしめでたし。つまり一人目の賢者は物語の最初からずっと夢の中にいたのか？というか出発すらしてなかったんだな。うん、きっと彼の敬虔な心と決意が送信に届いて、夢という形で祝福を授けてくれたんだと思う。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の家臣の舞は少し派手に踊ってもいいかな。お待たせ、みんな。私が家臣の舞を神へ捧げるね。の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。すごく眠ってた感じが、頭がクラクラする。寝すぎたのかな。昨日の夜オイラたちどうやって寝たんだっけ。確か過信探査が終わってから。過信探査、オイラたちもう過信探査の輪廻から抜け出せたんだよな。早く、まずはアーカーシャ端末を外そう。部屋に